え、だってあの子え、でも超好きじゃん。いや、でも超好きじゃん。正直なんかやっぱりさ、あ、なんか、え、マジでまた怒られる、田中に。ペリーが来航したのが1853年、その翌年1854年に日米和親条約、わかる？日米和親条約が締結されて、日本は200年続いた鎖国から開国に踏み切りました。そのようなね、幕府の動きに反抗するように天皇を担ぐことで以前の鎖国状態に戻すように働きかけたのが、尊王攘夷運動、ちょっと難しいけどね、尊王攘夷運動ですね。まずその尊王攘夷運動に最も機敏に反応したのが、長州藩です。長州藩は積極的に攘夷を肯定し、ついに単独で外国に対して宣戦布告しました。諸外国の連合軍に、敗れた長州藩はそれ以降開国に転じ、日本を近世から近代に導いてくれることになりました。じゃあ松村、はい、さっき言った、ね、長州藩、この長州藩って今の日本のどこだか分かる？現在の山口県。はい、そう、この長州藩がね、動いたことによって日本が変わったと言っても過言ではありません。じゃあ田口、はい、ペリーが来航した港、これもね結構有名なんですけど知ってますか？浦賀です。はい、そうです。はい、どうぞ。ありがとう。この後どっか行く？それどこ？連れてってよ。早く早く。隠れ家なんだ。ここ大丈夫なの？でもなんか落ち着くね。
ちゃったね。もう暗くなっちゃってるよ。寒くなってきたし帰ろっか。いいの？でも、うん、ショウ、ありがとう。難しいんだけど。じゃあしょうがないか。あ、みかんだ。食べていい？どれにしようかな。いただきます。うん、おいしい。
ここで大丈夫。ありがとう。